おはようございます。現在中央線を乗り継いで大月に向かっています。今日行く駅は大月駅だったかの？そうですね。ただし東京方面からの中央線のほとんどは高尾駅止まりなので、ひとまず高尾駅で乗り換えとします。ちょうどよく大月行きがあったの。12時18分発の大月行きに乗るんですね。高尾境にだいぶ本数が減るので、時刻表には気をつけた方がいいです。言われてみれば本数が減っとるの。やってきましたのは中央本線211系です。今 JR 東日本の中央本線において最も多く走っている普通車両です。涼しげな電車ですね。早速乗るかの。車内は落ち着いたモケットのボックスシート、座り心地はボックスシートにしては快適です。夜メロンも喜んでますよ。ボックスシートを手で感じ取ってますね。柔らかくはなさそうじゃの。ですが背もたれに程よい傾斜があるので、そこは快適です。というわけで高尾駅を発車。次の停車駅は相模湖です。次の駅から東京都じゃなくなるんですか？そうですね。次の停車駅である相模湖駅は神奈川県です。あの青いのは高尾から東には入らないのかの？たまーにもっと先の立川まで入りますよ。ほうほう。ところでこの列車には自動放送装置がありません。そのため車掌さんが肉声でアナウンスすることとなります。大変ですね。高尾出てからはトンネルが続きます。トンネルですか？またこの区間は駅間もだいぶ長いですよ。数十分ほどで大月駅に到着します。ずっとこのボックスシートで快適じゃったの。そうですね。かなり良好な座り心地でした。ただしロングシートの編成も数多く存在します。どっちになるかは運次第です。あ、それと大月から西はさらに本数が減りますので、下調べはしておいた方がいいです。長く乗るなら心して挑んだ方が良さそうじゃの。はい、山梨県大月駅に着きました。木目調いいですね。落ち着いた雰囲気ですよね。階段を降りた先には、お、なんか別の電車がおるの。改札をまたいで富士急行線のホームがあります。今日は乗らないんですか？時間の問題もありましたが、例によって減便されているので乗りませんでした。それは残念じゃの。夜メロン曰く、いつか乗りたいなと言ってます。いつか乗るんじゃぞ。古戦橋を渡ってホームに行くためのエレベーターと、はい、そしてここにはコンビニが。駅構内に蕎麦屋もあります。改札から出ることなくお蕎麦を味わえますよ。駅の雰囲気によく合っとるの。ただ、改札の外に出られるならそこで食べた方がいいかもしれませんね。せっかくここ、山梨まで来ましたからね。そしてここには待合室もあるのじゃな。全体的に上品な雰囲気が漂ってますね。こんな待合室で電車を待つのも良さそうですね。大月駅の外に出ました。まだご飯を食べていないので、散策ついでにご飯を食べに行きましょう。それにしても趣のある駅舎じゃの。こんな立派なんですね。堂々としとるの。ですよね。それとさっきの店は外からも利用できるようになってます。ここでお蕎麦とかを食べたり、コンビニで何か買ったりできるんですね。ですがコンビニは店舗内に入ることはできないため、利便性はだいぶ劣るように見えます。あれ、よく見たら窓口みたいなものがあるだけじゃな。ちょっと不便ですが、スペースの都合上仕方ないことなのかもしれませんね。神社じゃなくて、これは駅の入り口です。え、あ、ほんとです。その遊び心、ええのう。電車も止まってますね。あれは JR 東日本の205系を転属させた富士急6000系ですね。カラフルじゃのう。いろんなラッピングの車両がいるのが富士急の特徴なんです。駅からちょっと歩くと閑静な商店街みたいなものが見えてきました。シャッター街、なんかやったら錆びれとるのう。有名な路線の終着駅にもなっている割には錆びれている印象を見かけます。なんかちょっと悲しいのう。せっかくここまで来たなら美味しいご飯が食べたいですね。ここでご飯をですか？一体何を食べるのかのう。この辺りですね。ワクワクです。ワクワクじゃな。ほどなくしてお昼のお店に着きました。お、美味しそうじゃのう。白米、そば、コロッケ、漬物ですね。そばの後ろにはネギがあり、お好みで入れられます。夜メロンは真っ先にネギを全部投入していました。なんとも夜メロンらしいの。コロッケもホクホクながら、中身がぎっちり詰まっており美味しかったです。700円でここまで満腹になれるのは良いですね。
観光地価格じゃないってのはいいもんじゃのう。というわけで早速大月駅に戻ります。もう戻るんですか？もっと散策してもいいんですけどね。にしてもこうもシャッター街だと不安になるのう。ですが観光地としてのポテンシャルはあるかもですよ。結構閑静な場所ですね。ここ、東京駅から普通列車で1本ですよ。しかも休日お出かけパスの範囲内ですので2720円で行くことができますよ。気軽に行けるもんじゃのう。そして見てくださいよ、デイリー山崎の隣にある歩車。さて、大月駅に戻りましょうか。ていうか、本当に錆びれとるのう。乗り過ごしたらどうなるんでしょう。東京23時30分発、大月25時10分着の電車で寝過ごすと大変なことになりますね。ですがコンビニや夜間営業もしているチェーン店などはあるので、それに頼るという手がありますよ。それなら安心じゃな。だから焦る必要はないですよ。こんな風に一部の特急も通過する駅ですが、焦る心配はありません。以上、今回は大月駅に行ったという話でした。ほっこりする感じの街並みでしたね。静かな感じがたまらなかったのう。富士急行線の乗り換えついでにちょっと散策してみてもいいかもしれませんね。じゃあ今回はここまでとさせていただきます。また次の動画も見るんじゃぞ。またね、です。ニューマヨカメラあなたのサーチ第928話アラブ首長国連邦命令卓球しようよ。かつて日本では役者が憎しまっちまったに味噌汁40分だ。電車がない。